裏ドラも吐く。あ、吐くないわ、もう。いや、もうどこやねん。誰が得するんじゃ、その裏ドラは。いや、これ他人。いやだよなー、なりないよなー。宇宙戦艦ヤマト、トゥットゥルー、トゥルルルットゥルー、宇宙の彼方、イスカン。あれ？あれ？ 3 万5000点以下で終了にしたはずなのにな。なんでだろう、なんでできてんだ、わかんねえ。もう V やりてえやつはとりあえずやったら。やらぬ後悔よりやる後悔だろ。まあ、どうせなら一発派手に炎上して、やっぱやんなきゃよかったって思った方がいいんじゃね？知らねえけど。今飛び立つ、さらば地球や。ああ。ルイソは無理。ディリリッディリリッディリッディリッディリリ。あ、そっか。親のテンパイでトップじゃないから、そっか、条件がか。そっか、リーチしてる分俺がトップじゃなかったんだ。なるほど。わかりやすい。解説感謝。あ、でもいいとこ引いてきたな、これ。これはいけるな。何の VTuber アプリ使ってる？え、フェイスリーグ？普通だよ。別に何も特別なことしねえよ、俺。おい。ここ泣くか、悩む。悩んだ。今のは悩んだ。ありのままの、あんたが好き。何その10銀の告白みたいな。ほんま堪忍ない言うて。何いらねえな。ポン？チュン。でもここ引いてこなきゃ無理なんだよな。でもこれ数えれるかな。白髪、小三元。で、これで4でしょ？で、ドラが3で7。7で、で、翻弄刀で2か？ 2 だっけ？ 2 だから、7、8、9。あー、9班か。言うて、あら。積もれば3あんこの目あんのか。いや、泣かない泣かない。これは泣かない。まあ、とりあえずこれは泣く。これはないて、まずこう。振り手になりそう。チュン積もらないとやばい。振り手になりそう。いや、これロンするか？いやーいやー、ちょっとなー。悩ましいな、これ。悩ましい。缶、ああ、缶あるもんね。もうちょっと粘りたいよな。何の顔？チュン持ってる顔なんだよ、あれ。まあ、あれ、チュン持ってる顔なんよ。いや、まだ待った方がいいのかと。気使わせてはリーダー。助かるぜ。助かる。その配慮が生きがい。いや、でもこれ引けないかな。チュンが引けたら、いいよ！え、待って。いいの？やっちゃう！やっちゃう！やっちゃう！なんか負けろ！ダメだな。もう一回勘したいな。もっと勘したい。勘まだできないかな。もっと勘しよう。どうかな。勘の、あの、薬満縛りの予行練習。どうかな。どうでしょう。ピカー。この顔好き。一姫ちゃんのスタンプめっちゃいいよな。めちゃくちゃいい。数貫通したいね。無理だよ、もう。もう無理ないよ。初も死んだ。9番、いやいや、でもこれもう、俺積もれないから、あ、もううっとりしてるわ。うっとりしてるわ。もう、チューン振り込むわよって顔してる。すまんな、ノウレ。気使わせてすまん。あ、もう優雅なティータイムチューン振り込み。天才。すまん、ありがとう、気使ってくれてありがとう。さあ、結局これで10点か？ 12、ええー、
そんな1だろ。あ、小三元。え、どういうの？本郎とドラさん。あれ？どこで計算狂った？全然俺、数字合ってないじゃん。12点じゃん。あと1点じゃん。ペイ抜きしたら行ったじゃん。あれ？全然計算合ってなかった。なんで？算数できない。俺9点だと思ってた。そう、どっかで誰かが心折って、泣かせなきゃいけねえ。そう、自分のことだけ考えてちゃう男としてね。まだ三流。面白いハイパーだね。じゃあ最後にしてやろう。殺すのは最後にしてやる。ほい！いいツボだ。いいツボだ。ペン抜いちゃおう。今だ。うん。これ。ここ、鎮逸にしなくていいレベルになるな。これ泣けたら。で、極力泣きたくないな。リーチしてえな、リーチ。リーチして。リーチして。もうちょっといいとこ積もりてえな。おぉ、いいとこ積もったね。じゃあちょっとまず瞬気を。トンも、ダブトの線があるからな。一通乗せれそうだな。まあ、中連もあるけど。なんかこんだけドラあったら、なんか中連が逆にもったいない気するわ。その発想何？中連がもったいないってどんな生活を送ってきたの？参加していいの？いいよ。もうやれるもんならやってみな状態よ、これ。いや、1300分の1を引かなきゃいけないから、みんなね。リャンゾーが、まあ、3枚。まあ、リャンゾーは別に、急走と言いそうだね。あー、いいね、嘘。まあ、いいんじゃない。チーソーがまだ出てないから、こっからの期待では中連シフトだけど、純正も早めに行けるんだったら、いや、まだ泣かない。まだ泣かない。まだ泣かない。できればリーチしたいし。まだ泣きません、とくん。これ、チーソー持ってきたら、あー、そう引くのか。だったらこうだわ。だったらこう。そんなね、そうなるかもなって思ってたんよ。大事に抱えた理由が。こうなってくると、ここでどっか積もってリーチかけたらあっちいいぞ。一通乗せれるもんな。チーソーが理想。イーソーか急走でもいい。あ、これ、こうなったらどうなる？これイーソー切った場合、1、2、3、3、4、5。一通は乗らないな。ん？ 1、2、3、で、3、4、5、6、6、7、8。でも順目ないな。一通にこだわらず行くべきな気する今は。これはもう一通にこだわらず押すべきな感じするね。いっか。リーチ行こう。ここでひよって俺いつも後悔してる。行こう。こだわりすぎるな。今何点か数えてないけど。あ、テレテレ。テレテレ。一発乗らない？無理か。一発は無理だった。ペー？これでラスズも俺かな？え、竜医層。やばすぎって言ってやんねよ。あるぞ。言っとくけど、俺の視点では留意層もないと思ってないからね。で、今回は現実的にリーチでいく。はい、来た！そう、こうなるんよ。リーチした方後悔するからな。裏ドラ乗れ！裏ドラも吐く。あ、吐くないわ、もう。いや、もうどこやねん。誰が得するんじゃ、その裏ドラは。いや、これ他人。やだよなー！足りないよなー！裏ドラ1個乗ればって思ってたんだよなー。くっそー。3倍マンよく出るな、今日。国士か、通位層か、珍老島、第三元。あと、数案校かな、うまくいけば。その辺の派生系があるんで。皆さん、承知してくださいね。ドラが、数ピン。で、とりあえず、相続落とすべ。ルールを覚えたいの始めています。もうあのとりあえずリーチだけ覚えろ。本当に初心者だったらリーチを覚えましょう。俺の歌いメーカーマージャン初心者で調べたら出っから。でもしょっぱいな、これ。ペー抜きした方がいい説あるな。この次のツボ次第。いや、抜くわ。抜きます。
染めます。リーチって一番強い役だから、一番強くて一番弱いから。最強ゆえに最弱。あ、マージャンその動画のおかげで今超楽しい。いや、覚えたら簡単だろ、マージャンって。そんな難しい話じゃないんだよ。案外進歩。みんなピンズで染めてえら。それ見て想像しときゃよかったかな。まあでも積もっちまったもん仕方ないよな。しょうがねえよな。あ、でも今日放送1時間ぐらいで終わるかな。なぜなら、ビコーズ、眠たいので。ダブリーはするべきなん？うん、ちょっといいんちゃう。でも実際、強えよ。街わかんねえし。まあ俺ダブルリーされたらどうせ点数知れてるだろうと思って無視するけどね。お、リーチか。いや、ラク、ん？ハク手から出したか、今。なんだろう。何の顔？おら！え、二人ともグイグイ来るね。え、じゃあなんだろう、どれ切ろっかな。トリマ、左当てチューン。当たったっぽい。よし。ごめんな。さあ。あー、スナンコか、当たれば。え、なんかめっちゃ長い。長。え、長。もう俺のペイドラ1個あげたい。僕のペイドラ1個あげたい。いやー、今日3倍マン出るなー。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。